俺は賊の侵入に備えてわざと遅くまで起きてるんだよ。急に連れ去られて心配だったからですよ。本当に俺の心配してたんだな。会ごとに巻き込まれやすい体質ですし。何これ、ラブコメみたい。カズマ、朝ごはんを食べ終わったら私とデートをしませんか。エクスプローズン。いや、こんなことだろうとは思ってたよ。プローズン。私の名前が轟いているんですね。やっぱ上級魔法を覚えさせとけばよかった気がする。今聞き捨てならないことを言いましたね。